皆さん、ボコナジは。いやー、ようやく天空トラップタワーも一通り完成したよね。苦節1年。長い道のりだった。何が苦節よ。お前の場合ただサボってただけじゃねえか。いや違うって、僕は1年間この企画を温めようと思って。不可思議じゃねえよ。あはは。まあ何にしてもとりあえず一安心かな。一応どんな感じで落ちてくるか見せようかな。ちょ、まさかそこから落ちるんじゃないでしょうね。ふっふっふ。山の坂だ。ほらね、死ななかった。ダメージは？まさかの無傷？まあ、正確にはちょっと食らって満腹ゲージのおかげで自然回復したって感じか。落下耐性とダメージ軽減様々だな。さあ、それよりこのボタンを押してモンスターがちゃんと流れてくるか見てみよう。来たばっかりだからあんまり流れてこないかしら。どうだろうな。お？お、落ちてきたんだぜ。ちょっと初速が遅かったけどね。まあ、これって層を増やせば増やすほどモンスターの湧き効率が良くなるのか？もちろん、でも今でも十分落ちてきてるしいいかな。さて、今日はやっぱり地図埋めをすることにするよ。あれ？天空トラップタワーの続きは？それはまた後日。はぁ、あ、その後日がまた1年後とかだったらどうしよう。ありえそうで怖いんだぜ。さすがのそれはないから。たく、これで最後の地図埋めなんだし。あら、何よあの変な木の生え方。いやだからあれは霊夢がやったやつじゃねえか。たく、何度も同じ木で反応しないでよね。お、地図内に入ったね。最後の地図ってどの部分だったかしら？前回は右下だったから、残すは右上じゃなかったか？そう。いやーここまでだいぶ冒険したよね。ああ、いろいろあったよな。最初の頃なんて歩いて地図埋めしてたんだからすごいわよね。今じゃとてもできないよな。よし、この辺りで新しい地図を開けば OK だね。ああ。ってこの奥は海なのか。どうしよう、7枚目の地図の時みたいに半分くらいが海だったら。いや、さすがに大丈夫じゃない。だがあの時は大量の海底神殿が見つかったし。まあ、どんな地形でもそれぞれのドラマがあっていいじゃない。だったらいいんだけど。さあ、地図を最大レベルにしてと。さすがにここまで来ると手際が良くなってきたかしら。まあね。もう材料とか忘れることはないし安心して見てられるよ。なんだろう、この不安要素は。ポコニャンが自信ある時って大抵抜けがあるのよね。いや大丈夫だって。よし地図埋めスタート。今回も外側からぐるぐる中に向かっていく感じ？そう、結局それが一番やりやすいからね。なるほど。でさっきから何をぐるぐるしてるんだ？あ、ちゃんと全部を埋めたいから確認をしてるんだよ。若干の抜け、最近結構気になってさ。今までの地図もよく見ると抜けがあるから、それもちゃんと埋めたいんだよね。確かに抜けがあると気になるもんね。あ、そうだ、海底神殿とか発見しやすいように暗視のポーションを飲んでおこう。え、それ飲み切ってなくね？ほんとだ。あ、ようやく飲み切ったわね。たまにこうやって処理が重くなる時があるんだよね。まあでも、これで水の中もかなり見やすくなったな。常に暗視状態とかできればいいのにな。さすがにそれは無理なんだぜ。この辺りはダークオークのバイオームか。ダークオーク、森の館を期待しちゃうよね。今まで地図埋めで一回も見つからなかったけどね。最初の村を発見。結局村って見るのは鍛冶屋さんのチェストと司書さんなんでしょ？そう。ただ司書さんでいい人が見つかったとしても、巴田村に連れて行くとなるとかなりしんどいけどね。確かに。距離的に相当離れてるもんな。ネザーを使ったとしても大変そうね。っていうか、特に何もない感じ？いや、ありました。村人同士が水辺で戯れるひととき。で、誰得だよこの絵面。もう、次に行きましょ。しゃあなしやな。やっぱり村に鍛冶屋があるとナイトでは全然テンションが変わるな。そうだね。
次に発見する村にあるといいんだけど。今のがこの地図内の最初で最後の村だったりして。怖いこと言わないでよね。言ってもまだ開始してちょっとしか見てないんだし。そりゃそうだわな。おお、ほらすぐに新しい村を発見したぞ。かなり近くにあったな。ていうか何してんの？いやもうちょっとちゃんと地図を埋めてから。はぁ、あ。普段大雑把な癖してこういうところだけ几帳面なんだよな。いやなんか照れるな。別に褒めてねえからな。とりあえず地図の端っこまでは埋めちゃおう。森の館。ないかな。あんまり期待しない方がいいんじゃないか。あると思ってなかった時に残念な気持ちになるわよ。それもそうか。でも、ダークオークのバイオームを見つけるとちょっと注意深く見ちゃうんだよね。ま、今はそれより村を見に行こうぜ。小さい村だったけど鍛冶屋さんはあるかしら？それは日頃の行いによるんじゃね？関係ないから。とりあえず司書さんらしき人を発見。攻撃内容は？ダメージ軽減3か。確か巴田村の司書さんで4の人がいたわよね。ってことは完全に介護官じゃねえか。残念。てか、この村にも鍛冶屋さんない感じじゃない？ああ、やっぱり日頃の行いが悪いから。だから関係ないって言ってるだろ？もう、この人は静塚さんか。あらら。ってことは収穫はゼロね。残念だったな。もう先に行くか？その前にもうすぐ夜になりそうよ。今夜はこの村で一泊。じゃあ、しまったベッドを持ってくるの忘れたー。寝れないじゃねえか。ほらやっぱり、不安が的中したんだぜ。何か安心して見てられるよ。人は誰しも忘れることはあるから。お前の場合は多すぎなんだよ。もう、いつになっても成長しないわね。救いようがないんだぜ。そこまで言わなくても。まあ、空を飛んでるし割と安全だしね。あ、左に村が見えたぞ。ほんとだ。でも夜に行くとかなり危ないよね。だからってスルーはできないだろ。そうだね。よし、ゾンビに襲われる前にささっと調べちゃおう。幸い暗視のポーションのおかげで周りは結構見やすいしね。お、早速スケルトンか。僕のこの最強の剣で余裕だね。一発外してたけど。そういうのはスルーするのが優しさだろ。はっきり言うっていう優しさもあるんだぜ。って何の話だよ、まったく。あ、奥にハスクらしきやつを発見。そういえばハスクって村人を攻撃するのか？ゾンビと同じようにね。もし村人がハスクにやられたらどうなるの？それは実際にやってみてのお楽しみ。予選会。あはは。普通に村人ゾンビの姿になるよ。ハスクゾンビとかはいないのね。おお、修繕の司書さんじゃん。ただちょっとコスパが悪いね。巴田村にもっといい内容の人がいるし。意外と厳選されてるのね。と言ってもたまたまいただけって言った方が正しいかな。さあ、あんまり長いはできないから急いで調べなきゃね。ああ、モンスターとそうやって遊んでる暇はないぞ。いや、遊んでないし。